特にやっぱ「ステップ虫」はドラサンロッキーがフューチャーされるってね事前に報告があったからこそよりねたくさんの方が見に来てくださったんじゃないかなって思いますいつもよりいつもよりってまあホップとココテンしかその前にはやってないんですけどそれよりなんか多く感じたからめちゃめちゃ嬉しかった昨日目が合った気がするポンズさんえめっちゃ目あったねめっちゃ前の方で。 嬉しかったです結構はるちゃん推しの方は前の方も多かったですね。ねでしかも2階席の方もあの客席登場今回ねさせてもらってるんですよ。だから2階席にも行かせてもらってるのであのその時にねあここに誰々さんだっていう <laughs> のがあってからもうずっとねもうあの何どこに誰がいるっていうの分かってるので。 そう楽しいです嬉し,いしそうみんないろんなとこで見守ってくれてるんだなーって思ってすごく嬉しかったはるちゃん近く来て嬉しかったゆいかちゃんねもうはるかもめっちゃみんなの顔がしっかり見れるところにいっぱい行けて嬉しかった明日2か来てくださいケンティ待ってて <laughs> 駆けつけます待っててください 客席で見つけてもらえたかな？アクリエスタかあめっちゃ見つけたよ。めっちゃ見つけたって。日本語変やな <laughs>。めちゃめちゃ本当にね。みんな。嬉しかったです。練り歩き的なしげさんそう。今回からあの客席の時にはあの歌はないというかマイクは持てないんですけど、う歌うのはダメなのでマイクは持てないんですけど、そう。練り歩き。 させててもらってめっめちゃ久々なんならはるかとかもあれかなそれこそドラ三六6期の研究生での近畿十番勝負貝塚の公演の時以来とかかなそれ以来ライブあんましてない気がする練り歩きそん時ぐらいだった気がする。 もごめとかリップだけのファンって覚えてるもんですか、ま、さ正ろさんもちろんですただ会いに来てくださるとより一層覚えれます <laughs> はるちゃんのいい香りかげましたわらフレンドちゃんほんまマスクしてるのにそんな距離 <laughs> めっちゃ久々ねほんま久々トロッコはあるけど、ね、ああ確かにトロッコはね 歩くってのなかったもんね。やっとサダのバレリーナ見れた g ボーイさん。ああ、ありがとうございます。そう、ここ点では、ドガとバレリーナではね、バレリーナ役で踊らせてもらいました。ありがとうございます。なんか、アーカイブ見たら全然映ってなくて、<laughs> 会場に来てくださった方は、より楽しんでいただけたかなと思うんですけど、そう、はるか自身でもほんまに、NMB 入る、 直前まで、あのー、グランキューブ大阪のあのステージで毎年コンクール、バレエのコンクール出てたからそうなんか懐かしいステージからの景色だったしそんな,なんか懐かしい場所でまたバレエを違う形ではあるけど踊れるなんて思ってもなかったのでなんかすごい嬉しかったです感慨深かった。 楽しかったです2回転もあの成功して良かったですなんか靴と床の相性でどうかなと思ったんですけどできた <laughs> できました成功しましたダンスの先生からもそうめっちゃ良かった感動したって言ってくださったりあと昨日あの山リナさん 山なさんが見に来てくださってたんですよ、ここてん。であの、終わってからちょっとお会いしたんやけど、その時に、今日一鳥肌立ったって言ってくださって、わざわざ言いに来てくださって、バレエめっちゃすごかったっていう言葉をかけてくださって、めちゃめちゃ嬉しかったです。ほんまに。そんな、なんかね、そんなまさかいろんな方から。 言われるななんてて思ってなかっかたのでそうめっちゃ嬉しかった靴はトウシューズではなかったよねもちろんココテンの衣装のままなので衣装のまま踊らせてもらいましたそう,そうでもなんかそココテンの演出をしてくださってた方からも最初は普通に、まあ、バレリーナ役っていうのはあのー、まあ してくださったんですけどスタッフさんとか、まあ、大人の方がはるかに行ってしてくださったんやけどあの本当は普通通りに「あのココ店の,のドガとバレリーナ」のオリジナルの踊りみんな先輩方が踊られてきた踊りあるじゃないですか。あれを踊る っていう風に普通にオリジナル踊るっていうようにしてたんですけど「ココテン」ここの演出を今回してくれた先生があの、まあ、バレエ経験者っていうのを知ってるから <laughs> あの「もうここは好きに踊ってくれたらいいよ」って言われて <laughs> もうとにかくなんか貞のちゃんが「あのバレエを踊ってくれてたらいいから」って言われて <laughs> なんかそう。 突然言われてそう何日か前のレッスン練習の時にそれを言われて自分でなんか考えて踊ってみたんですよ <laughs> そうオリジナル信頼されてるキャスターさんいや信頼っていうかもうバレエやってたんでね11年そうやってたからやっぱお任せは嬉しかったですねでもそう ありがたいですそうやってやっぱね見せ場を作っていただけたことは本当に嬉しいですね。<laughs> ファンの皆さんもずっと見たかったってね「あのここ天」やる前からでやるって決まってからもねあのバレリーナみたい。 <laughs> 言ってくださる方もたくさんいらっしゃったからね、すごい良かったです <laughs> ね、みんな嬉しかったですねあのダブルターンはここ天史上一番やったノアじいさんありがとう、嬉しい 本物のバレエ出身と評価されていたねいやー本当にありがたいですねなんか自分の特技が活かせたなって思ってすごく嬉しかったです <laughs> 髪型もバレリーナっぽくて可愛かったはるぴょんえっそうなんよ そうそれに合わせたんです髪型 <laughs> そう実はここ天ほんまはお団子にしたかったんですよ上でおっきい目のお団子をしたかったんですバレエに合わせてでも通天閣あることに忘れてて通天閣の髪飾りアンコール1曲目のあれを忘れててちょっとできないんちゃうかってなって はるかの好みのお団子の高さでは通天閣乗らないんじゃないかなっていうことで断念してなんか低めのまとめ髪なのかなお団子ではないんですけどそうでもとにかくここあのドガとバレリーナに合わせて髪型してみたんですめっちゃ好評で嬉しかった今日朝ツイートにその髪型のね写真載せたんですけど めっっちゃ嬉しかった、みんな好きって言ってくれてまたしようかなーって <laughs> ちょろい <laughs> ちゃんと衣装オレンジだったねシムねアンコール本当にありがたいお衣装さんがねまたオレンジにしてくださってて嬉しかったですもう絶対差だのはこれやろうって言われました <laughs> 通天閣かぶってたの可愛すぎたえあれさあれもうねすごいんですよほんまにもう大変で 知らんんについてるんですねもうあの衣装着替えてる最中に衣装あメイクさんが髪飾りをつけてくださるんですよ。で特にアンコール1曲目のあの衣装ほんまに大変で足のはるかはまあ足やったんやけどもふもふレッグオーマーみたいなあれってこう履けばいいだけじゃなくて横にホックとか。 ププチプチのボタンがいいいっぱいついてて何十個もいっぱいついててそれを自分で止めていかないとダメなんですよ <laughs> 着替えの時にめっちゃ大変で汗だくな中それしないといけないし人もいっぱいやからもうなんかスペースも狭い中でそのプチプチボタンを1個ずつ止めていかないといけなくてほんまにもう。 はるかアンコール出れへんのちゃうかと思うぐらいほんまに <laughs> 早着替えとか結構早い方ではあるのにもう大変でしたようこれ公演でしとったなって思うぐらいすごかったですほんとに大変だから通天閣がどんな大きさなのかもどんなのなのかも知らないままアンコール出てましたでアンコール1曲目終わってもうすぐ「 髪飾り撮るじゃないですかだから結局実物ちゃんと見てなくて <laughs> そう,う知らわかんないまま帰ってきちゃってあの亀子を席にね座ってくださって写真いっぱい撮ってくださったあの亀子の皆さんの写真でこんなのだったんだっていうの知りました <laughs> 実物未だに知らないままですどんなのやったんやろうって感じ <laughs> もうほんまにあれはもう戦いですねもう衣装と髪飾りと時間と通天閣重いのえもう記憶にないそんな重くなかった気もするけどちょっと覚えてないです本当にもうやばい急がないとみたいなで客席登場やったから本当により急がないといけなくてめっちゃ大変やった 曲席では絶対気づかない裏話だ風船詐欺ねねそうそうなのほんまにはるかも初めてこんなんだったんだってことに気づいた <coughs> 大変モノトーンの新章もええねプレストさんなのかなありがとうございます ね確かに新衣装皆さん見ていただけました <laughs> しゃべれへんかった今見てくださったかなかわいいですよねはるかは緑色でしたオレンジなかったんですよ今回まだあげれてないけど後ほど載せるねあああありがとう全然もういいよみんなもゆっくりしてください みんなもね、ほんとお疲れなので絶対ああいう衣装の練習いるようなやつってゲネプロとかでは着るんぶっつけ本番ではさすがにないよねムラッチいやアンコール衣装ぶっつけ本番だったまあ、一回あのもう結構前にほんとにリハ始まる前とかにフィッティングはあるんやけど衣装合わせとして。 練習はなくてそうあのさすがにオープニングの2曲3曲の練習はした本番あ本番前当日のリハであのここにだって店主はいるのコートを着るのとあとあのオープニングのロングスカートを外すのとそれは一応練習はあったけどアンコールの衣装はなかったです だから余計焦った新衣装オレンジなかったねアッキーさんそうなのでもなんか衣装さん曰く新衣装今回の新衣装の,あの色はバージニティの衣装を意識して作ったみたいでなんかバージニティが NMB で初めて色分けされた衣装だったからなんか今回はそれを。 なんか取り入れてバージニティの衣装の色合いにしたらしいですよそうみんな気づいた気づいた方いるのかななんか気づいたっていうかなんかバージニティっぽいなみたいなあ <laughs> ったのかな誰の衣装だったのかなアンコールはミルさんかなアンコールはミルさんの大好きな憧れの ミルさんの衣装を着させてもらいましたオープニングの衣装こそ重いって聞いたことあるあめっちゃ重かったスカートがめっちゃ重いんですよあれ大変ああ確かにーって懐かしいあやっぱみんな言ったらすぐ分かるんだねさすがなるほどなるほど そう言われれてみればねそうはるかもそう言われてみれば確かにってなって「バージニティとはまたエモい佐藤さんねほんまにそうなのよだからまあオレンジないっていうのも全然仕方ないなって <laughs> 思いましたあ MC で言ってたもうねはるか多分その時早着替えしとるわ N のあれで <laughs> N の初披露に向けて早着替えしとったから何も。 話聞こえてなかった申し訳ないそうやねみ,みるちゃんの衣装私も嬉しかった真由、ま、かちゃん <laughs> ねはるかも嬉しかった前に昔にねなんか生写真撮影でもう着させてもらったんですよあのみるさんの衣装その時もオレンジやからって言って <laughs> 衣装さんが選んでくれたって言ってた気がする嬉しいですね 今のネイルもめっちゃ可愛いエえりちゃんありがとう今日インスタにさっき載せたんでよかったらちゃんと見てみてくださいめっちゃ可愛いから <laughs> めっちゃ可愛いからとか言って生写真あったねあったよな結構前やったっけそんなことないっけ忘れたな <laughs> あちなみに新衣装はるかまたズボンでした みんな気づいためっちゃお気に入りかもしれへん <laughs> かもしれん <laughs> 意外とズボンの方が好きかもなって最近思い始めた嬉しい1日からお話し会だっけそうだよ10月。 みんな待ってるねちなみにここにも置いてるんですけどお話し会の受付明日の12時までなので皆さん待ってますライブのお話もいっぱいしようね待ってますよいっぱいしようね <laughs> 約束待ってるよまだはるかルーム空いてるよはるちゃんのタイプの衣装めっちゃ好きやったほんま嬉しい ズボンのちほんまおうれしいそうでもズボンやけどさあのヒラヒラレースのヒラヒラのそれこそ緑色のやつついてるからめっちゃなんかか,かっこいいけどキュートな感じもしてめっちゃいいなって思いましたどっちもいけるなって思ってねいい感じですよねなんかあれはヒラヒラをとっても 切れるやつみたいでこの間のプライオリティの時にあのバックダンサーというかバックダンサーと言われる、まあ、踊りん踊るメンバー <laughs> がそれで出てたけどそうかいつかそれも見せる時が来るんじゃないかなって思ってます。かっこいいになるのかなあれは。 ひらひらがないとなくなるとどっちも好きとにかくもうでもほんまに話したりひんなって、まあ、2日間3公演終えて明日も明日でねでも最後あっという間すぎてほんまにちょっとどうしよう <laughs> どうしようと <laughs> びっくりやけど。 なんかついこの間ねリハ始まった気もするしあともうちょっとだとか言ってた気がするのにあっという間だオンラインノープランでも大丈夫雅也さん大丈夫安心してください安心してなあほんまにあっという間よなほんまに 今日のアンダーライブも楽しかった。ああ、ー、私も見てましたよ、配信で。最初から。もう、転石からなんか、ちょっと、涙が出そうになったというか <laughs>。ねえ、めっちゃ熱量がすごくて、かっこよかったなーって思いました。なんか、特に、みんなもう、本当に、大変そうで、うん。 疲れ疲れてるというかもうしんどそうというかなんかね気持ち的にも,もう体力的にももちろんやけどそういうのを近くでこのリハ期間見てたからこそなんかこうすごいなーって思ったしはるかも負けてられへんなーって思いました。 もっと頑張りたいなーって思ったな <laughs> まだ終わってないけどハルチもよく頑張りましたおちゃん <laughs> 優しすぎ嬉しいありがとういつも甘やかしてくれてねいや本当にハードだったと思いますめちゃめちゃ大変やったと思うほんまにだってねただでさえはるかとかも 大変やなって思ってたのに本当にすごい尊敬ですね来年も大きい箱でできるといいね確かにねなんか春香たちもまあ昨日もねあの会場でお話させてもらったんですけど5回目の6期生から5回目の周年やってんけど初めてなんですよねあのー ジョーホールじゃない執念を迎えたのがきっとそのね歴代はね何回かジョーホールじゃない時もあったとは思うんですけどはるかたちが入ってからは初めてその情報ーールじゃないステージでの周年ライブやったからなんかまあ思う。 思ううところっていうかもっとそれこそ頑張らないとなっていう風なね気持ちもあるけどでもまあそれももちろん大事やけどやっぱりそれでもついてきてくださる一緒にこう前を向いてね同じ気持ちで同じ 道を歩んでくれるファンの皆さんが来てくださるっていうことがまずありがたいことやと思うしねえ12周年ってほんまにすごいなってなんか自分がその11年間バレエをずっとやってきてて今思い返すと11年間ずっとバレエ続けてたことってすごいことやったんやなって思うぐらいやからそれ以上。 NMB は続いてて本当にすごいなってすごいことやなって思うからこそねうん自分ももっと NMB を知ってもらえるような人にならないといけないのに何をしているんだろうっていう風にも <laughs> 思うけどねなんかそうできてない自分が悔しいというか。 なんか5年も経ってまだねこうなんやろうね自分がそういうことに何て言うのやろ切り開けてない <laughs> なんて言ったらいいのか分かんないけどとにかくもっと頑張らないといけないなっていうふうにもまあでもなんかこうねなんやろうん言葉難しいですけど <laughs> なんかこう ね、もう5年も経ったからこそがむしゃらに頑張るだけではダメやと思っててそうなんか本当にちゃんと確信をついてちゃんと考えて行動して頑張らないとなって思うからねとにかく頑張るっていう一言で終わらせちゃいけないと思うんですけどでも頑張るとしか言えないし。 <laughs> も,もはやもうなんかがむしゃらな気持ちが今一番大事なのかなとも思うので頑張らないとねって思いますしまあこうほの,の今知らない NMB の存在とかあのはるかたちの存在を知らないファン知らないファンじゃないわ知らない方に知ってもらう っていうことはもちろんやけどそれも大事やとは思うけどやっぱり今ねずっと応援してくださってるファンの皆さんにはるかは感謝の気持ちと愛をいっぱいお届けしたいなって思ってるのでそこがまず先決ですねそこからファンの皆さんと一緒にねいろんな道を新たな道を開拓して切り開いて。 いきたいなと思うしなんかメンバーだけの頑張りじゃどうしてもやっぱり限度はあると思うのでファンの皆さんと一緒になってね開拓していけばもっといいんじゃないかなとも思うのでもう是非ずっとずっと「応援よろししくお願いします貞野 <laughs> 遥かも必死に頑張りますので」 応援よろししくお願いしますそのためにもついていくよなにわさんあありがとう嬉しいですいつもツイートとかもありがとうございますみさんでみんなで一緒に前に住んできたいねいや本当にそうですよ本当にね一緒にが大事ですからやっぱあのね一人じゃ、まあ、これはまあ普通に普通に生きていく中でもちろんそうだけど一人でなんて絶対無理なので。 みんなで力を合わせたら絶対にできることは多くなると思うのでねみんなでファンの皆さんとメンバーと一緒になって力を合わせて NMB 広めていけたらなって思うし頑張れる気がしますそれだと <laughs> ねだからまあ楽しみだなって 思ってもらえるように頑張りたいねい <laughs> いいこと言うのはるちゃん,さんいやいや緊張したら何も言えないですから昨日とか <laughs> もうほんまに <laughs> なんかもっとねもっとなんかこう自分の気持ちとか、うん、言葉とかもっとちゃんと話せたんじゃないかなとかもあとはと思ったりはしたけど緊張したら本当に喋れなくなっちゃうんですよ。ダメですね はるかが一番は一生変わらないあ言ったで <laughs> 約束やでーねえ当に考え方がなぎちゃんに似てきてて嬉しい, <laughs> いやでもなぎささんはほんまに何やろうメンバーだけのなんかこう話し合いの時とか,、ま、なんか反省会というかの時とかもたくさん発言してくださって。 自分の渚さんの考えとかもメンバーにいっぱい教えてくださったりとかなんかこうメンバーのことをめっちゃ考えてくださってるなっていうふうなのもすごいこうね伝わるしそれを伝えてくれるのでそうだなとかもめっちゃ思いますねみんな「昨日良かった」って書いてくて「優しいありがとう <laughs>」めっちゃ緊張したほんまに。 特に昨日はなんかもういろいろね自分の中でなんか MC の仕切りやとか「ステップ虫やからドラセンロキ主役の日や」とかなんか「総括ある」とかでもうなんかいろいろ頭の中でも大変でしたここもあったしなな昼にはなんかもう頭がいっぱいいっぱいの中でだったけどまあでも自分の精一杯はちゃんと。 出し切れたと思うんでパフォーマンスももちろんそうやけど悔いはないね本当に楽しかっためっちゃ楽しかったですあとやっぱなんかなんやろ「夢逃げ」公演の時の楽曲をした時にファンの皆さんのペンライトの振りが結構なんかこう強かった気がしたんですよもしかしたら翌目かもしれないけど <laughs> なんか自分たちがこう気持ちがすっごい高まってたからよく目かもしれないんですけどなんかそんな気がしてファンの皆さんがすごいより応援してくださってる気がして本当になんか胸が熱くなった楽しんでるのが伝わってきてほんまいやめっちゃ楽しかったです本当に。 ラストね MC 感動した松ケンさんええー、ありがとう優しいめっちゃエモエモライブやったもんねなーエモかったよなプチ夢逃げ公演めちゃくちゃくとき確かにプチ夢逃げって感じやったよな本当に <laughs> マジで気のせいじゃないグランキューボとか優しい <laughs> 優しいみんな。 いやー本当にねもう。夢逃げとか、ほんまにエモすぎたな。エモかっ、泣きそうになったですね。なったですね <laughs>。今週幸せな時間を過ごせてるふうには、やはるかもですよ、ほんまに。やっぱり夢逃げは思い入れが強いので、すごかった。山ちゃん、いや、ほんまに。ほんまに。 何回聞いてもさやかさんの頑張れはもう胸に刺さります。本当に。ライブで見るたびに春ちゃんが好きになるのです。えー、YOSHIKI さんありがとう、嬉しい。もっと好きになって <laughs> 泣きそうになった。泣いたわあ、嬉しい、でもそれ。あみんな泣いた泣きそうやった。嬉しいね。 同じ気持ちって答えもんねみんなも嬉しいピークよかったあ嬉しいありがとうそうピークどうでした <laughs> よかったって先に書いてくれてたけどどうでした ?6 期生でピークを歌わせてもらったんですけどピーク1回なんかの時に 劇場でロッキー全員で歌わせてもらったんですけど。ピークのセンターとか泣くよ。さやちゃんえー、それなはるかも。もうめっちゃ嬉しかった。ほんまにうん。緊張もしたわ。やっぱスタートから泣いてた。カインさんあ嬉しい。<laughs> ありがとうございます。ピークね！ピーク最高年超絶カレンターさんうわあ嬉しい！ ねピークはもうほんまにピークのはるちゃんの歌い出しの声で泣いた <laughs> そうなんか一人でね一人の歌割りをもらえるなんてもう今までなかったことだったのでほんまに嬉しかったしなんかこうセンターにね既成の同期たちのセンターに立たせてもらうからにはやっぱちゃんとせなちゃんとせなというか何やろ うんセンターらしく <laughs> しっかりと堂々とパフォーマンスしたいなと思ってちょっとより気合い入っちゃいました <coughs> ピークねピークはほんまにエモかったな懐かしかった。 って言ったらロッキーあのシンシン以外はみんな夢逃げ公園でユニットピークしたことあるんですよ。そうレナタンもカレンタンもでまあユイナとハルカはもう初日からピークやったし、そうだからシンシン以外は <laughs>。 結構なじみがあるというか、<laughs> シンシンは一回だけね、公演でその六期生でなんかやった時に初めてやって <laughs>、もう二回目だったんですけど <laughs>、まあまあ、夢逃げ公演の中の曲ということで、まあまあ、セーフとしましょう <laughs>。シンちゃんは <laughs>、シ, <laughs> シンちゃんはね、公演の時はなかったですね。ずっと始まりの雪やったね。そうだね。シンシンレア、レオさん、それ、シンシンレア。 レアで良っっしし <laughs> ねっそういうことでそう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 実はしんちゃんそうなのやしんしもさ感じ <laughs> どう,だうなんやろなしんちゃんとしんちゃんファンの皆さんはどうだったのかわかんないけどまあまあまあ公演の中の曲やからねまあそういうねそういうことで <laughs> 本当に夢逃げ公園劇場でやってえー、めっちゃやりたいほんまにめっちゃやりたいですでもドラサンルッキー今11人やからねちょっとギリできないんですよね10人じゃないからねなんかなんとかしてでもね半々になっちゃうかもしれないけどあの楽曲ごとにちょっとねえやりたいとにかく <coughs> ねえやりたいですね あそうピークの時にね昔の映像も流れとってその時もあれ多分6期生のオーディションのダンス審査の時の映像やってんけどはるか最初出されたのが出されたのが <laughs> そうあれあれの時もちゃんとオレンジ着とって <laughs> 自分でもおもろかった笑ったおもろかったです なオレンジやったよな一発目にねなんかオレンジの人出てきてすぐね「あこれサダのやん」ってなるよなこれ <laughs> 思ったさすがでした <laughs> 昔の映像もオレンジそれ昔の方がよりレッスンにいつもオレンジやった気がするドラさんからはオレンジの人って最初覚えられてたらしい <laughs> ね本ほんと懐かしい映像がいっぱいあったけど 恥ずかしいけどまあなんか成長を感じれていいなぁとも思ったもう一回ピーク見たいバタヤンさん昨日やったばかりで是非 <laughs> アーカイブ配信で何回も見返してくださいもうはるかもめっちゃ見た昨日の夜と今日で何回も見たよぜひぜひ見てみてください ぶれてなくていやもうこれからもはるかは一生もう卒業するまでオレンジオレンジキャラオレンジ担当貫くんで皆さんあのオレンジぜひよろしくお願いしますずっとオレンジでいってほしいです <laughs> お願いしますそってんからのスレイブン見てみたいえーそう大好きほんまにしたい早く早くって決まってないのに <laughs> <laughs> マジ夢逃げしたい本当にね今いるメンバーだけだけど <laughs> オレンジいったら定野はるかいやーそれがいっちゃうれしいですもうどんどん定着まあ結構ね最近定着してきてるんですけどそれ実感するんやけどもっとね定着させていきたいなって思います お話し会で夢逃げのことめっちゃ語語りたいわ語ろう何でも話そう <laughs> 何の曲についてでもいいよもういっぱい話そうお話し会なんかみんなのね感想もなんか聞きたいしあのしっかりとなんかはるかから聞きたいことがあればね全然聞いてもらって答えるのでぜひ ココテのことも語っていいなあちゃさんもちろん待ってますよ何でも今回のもうライブのことを全部語ろうカラオケ配信やってほしい n m b ラブさんまたしますねちょっとライブ期間で喉を潰したら悪いのでまだ明日まであるんでね、まあ、なんなら10月もね東京虫あるんで落ち着いたらやりますね最近やってないからな 可愛くてかっこよかった。ひろりんさん、わあ嬉しいご言葉ありがとうございます。どっちもできるようなアイドルになりたいですね。何倍で春ちゃんの足の蹴り上げ、角度が半端ない説。説うっかり炭酸どういうこと？めっちゃ高いってこと？<laughs> マジでも何倍のあの感想のなんか蹴る足なんか蹴るふりがあるんですよ。まフリーちゃフリーなんですけど、どこを蹴ってもいいんだけど、蹴る振りがあって。 もうそれはめっちゃもう本当に気合い入れて,蹴って気合い入れてて蹴ってます <laughs> 言葉だけ言うとなんか恐ろしいけど <laughs> そうでも何倍もねそう何倍ホップもステップも歌わせてもらってるんやけど何倍も,も初めてあんな前で歌って踊らせてもらえたことが。 めめちちゃめっちゃ嬉しくてもうほんまにいっつもまあ,あのそれこそ何倍公演の時に歌ってた時は16人中16番ってやったからもう本当に一番後ろの一番端っこでずっと踊っててそうでなんかその時は確か愛梨さんがあのセンターで何倍公演の何倍は歌われててそう。 愛梨さんもすごい大好きやったから愛梨さんみたいにいつか前で踊りたいなとか思いながら何倍公演してた自分がいるからこそなんか少しでもそこに近づけたっていうのがめっちゃうれしくてなんかねえ愛梨さん先やったおなそうそうだからなんかもうほんまに今回の12周年ライブは本当に今までにないぐらい。 いろんな楽曲で前のポジションをさせてもらえてほんまに嬉しくてなんかファンの皆さんが7番手ポジションにしてくださったから自分は今ここにいるんやって思うとほんまに感謝の気持ちでいっぱいやったし本当に嬉しくて気合入りまくりな。 ライブです明日もあるし <laughs> そうほんまになんかうん55回会って、まあ、それぞれにいろんな思い出があるけど嬉しいことはもちろんやし悔しいことももちろんあったけどなんか今回は本当になんか うれしさと感謝の気持ちとって本当にいっぱいですその気持ちで覚えること多くて大変だったまあそうねなんかポジションがそれこそ今までやったことないポジションばっかりやったからこそ全然振りが違ったりとか結構そこに関しては大変やったけどでもそれ以上にもう前のポジションで踊らせてもらえるっていうのがめっちゃ嬉しくて責任も感じたしもちろん 本当に嬉しかった。明日の髪型はもう決まってる。もう決めてます。明日の髪型はもう結構ずっと前から決めてました。<laughs> ちなみにですけど。取れるかな？よいしょ。よいしょ！<laughs> 見てください。これはもう明日のね。文の資料はないので大丈夫なんですけど、見てこの文の資料をね。昨日。 終わらせたんですよ覚えてやばくないこのこの量 <laughs> これ全部立ち位置表でです <laughs> 昨日までのそうこれにまあ明日終わったらまた明日の分が追加されるんですけどそうはるか結構こういう立ち位置表とか全部今までの保管してて <laughs>。 なんかこう捨てれないんですよね思い出だから捨てれへんからずっと全部公演のももちろんだしライブのももちろんだけどそうあって「明日の出番そんなにあるのぼさん明日のじゃないですこれ昨日とおとといのやつ昨日とおとといの「ホップ虫ステップ虫ここ点でこれです明日のはまだカバンの中にちゃんと入れてます明日使うから。 そう, <laughs> そうこんななに覚えましたなんかこうやって見るとなんで自分こんなに覚えれたんやろって <laughs> 不思議になるけど本んに楽しかったなって本当に楽しかったですねホップもステップもやばい量なあほんまに 過去の見返したりするのたまになんか部屋片付ける時にそこの引き出しを開けてあーこんなんやったなーとかここのポジションやったなーとかこんなライブあったなーとか <laughs> たまにしますそんななんかいつもいつも見返すわけじゃないけどたまに <laughs> ねハルチの頭の中にこんだけの量入ってるってことそうやでこの。 まあ,あの勉強はねあれなのですっからかんちゃすっからかんかもしれないんですけど小さい脳みそにはるかすごい絶対小さいんで脳みそ <laughs> 小さい脳みそにもうこんな入ってたみたいでももうもうあの明日に切り替えて <laughs> そう <coughs> まあでもリハ期間はなんか 今回特になんかなか頭に入ってこなくて大丈夫かなと思ってたけどやっぱ全然本番はもうなんか不安とかなく全力で楽しめた明日もそうなるように頑張りますう <laughs> わもう34分やじゃあちょっとそろそろ終わろうかと思うんですけれどもさっきも言いましたが。 皆さんオンラインお話し会の受付が明日までです明日の12時までになってますはるかルームねあのこうして皆さんのおかげさまで満員ルームがぼちぼち来ております本当にありがとうございますでもねまだまだいっぱい空いてるのでぜひお待ちしてますもう純粋にね会いたいっていう気持ちはもちろん嬉しいしなんか洋服のねあのはるか手たたたたたたた,た テたたたたとかにテーマもね決めてるんでなんかそれ気になるって方ももちろん待ってるしあとは本当にライブの感想もめちゃめちゃ聞きたいので本当にお待ちしてますよろしくお願いします。ということで、え。ー いつも恒例一位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちをプレゼントということで言葉のプレゼントさせてもらいますなので早速ランキング読みます <laughs> たじゃなかった <laughs> それな、手だったわたちつて全然違うかったた行だけあってました <laughs> はいじゃあいきます えー、13位、ヤブちゃん、ありがとうございます。12位、アディ・ウィジャーさん、ありがとうございます。11位、佐藤さん、ありがとうございます。10位、野原慎之介のけさん、ありがとうございます。9位、シム、ありがとうございます。8位、ナッチさん、ありがとうございます。7位、ヒロゾウさん、ありがとうございます。6位、ポンズさん、ありがとうございます。5位、風船サギさん、ありがとうございます。4位、村チありがとうございます。3位、ヒデさん、ありがとうございます。 2位、モンブランありがとうございます。そして1位が岡坊さんです。ありがとうございます。ではでは早速今日のラッキーさん決めまーす。今日のラッキーさんはこの方じゃーんおっ、13位。出た3。<laughs> 13。13きたよ。 いるかな <laughs> すごい優しいおめでとうございますコメントってはるかのコメ欄溢あふれてるあいたおめでとう少々お待ちをうん <laughs> やばい今日,今日初めて文字書いたかもしれない <laughs> 今日今日初めて文字書いたわ <laughs>。ってことは寝起きの字ってことか <laughs> 寝起きの字ではないか。 ということで今日のラッキーさんはやぶちゃんですおめでとう <laughs> やっぱ休みの日あるあるなんかなみんなもある <laughs> ではではやぶちゃん何番がいいですかちなみに明日の髪の毛はもうあれがあるので決めてました <laughs> また出たであれあれがあるんでねちょっと楽しみにしててくださいわかんない気がつくか分からんけど寝起きの字も可愛いたっちゃん,さん優しい出たあれ <laughs> あれもうあれしか言えないんですよね <laughs> みんなあれかあれね <laughs> やばいあれで会話できちゃってるどうしようみんなすごはるちゃんのおまかせでおけまえるですおもかせきあれ <laughs> あれで会話できたじゃあいきますいきますね <laughs> ずっとこのままやぶちゃんがはるかのこと 好きやったらいいのにな。はい、ありがとうございます。二番にしてみました。ありがとう。<laughs> みんなあれあれ <laughs>、あれあれ言って。そして今日一位の岡坊さん、ありがとうございます。いらっしゃいますか？岡坊さん、いらっしゃいますかね。いますか？ <laughs> あいた悩んでくれてんの、ね、早何番がいいかな悩むあいたありがとうございます何番がいいかな <laughs> 今日でもめっちゃ寝たからまた右目の二重の幅が変わって ちゃいました寝たらね変わっちゃうんですよすぐ <laughs> 3番おけまるです3番じゃあ行きますよなあなあすぐに会いたくなるねんずっとおかぼうさんのそばにおりたいんよ分かってはいありがとうございます3番にさせてもらいましたありがとう と、はい、ということで、まあ、今日もね今日も結構配信であのライブのお話とかさせてもらったんですけどでもまだまだね、あのー、話してないこともいっぱいあるしねそうまだまだあるしファンの皆さんからも感想いっぱい聞きたいなーってもう事細かく事 <laughs> 細かく教えてもらいたいなーって思うので是非オンラインお話し会 受付明日の12時ままでになってますぜひはるかルームでいっぱい一緒にお話ししてくださると嬉しいです。お待ちしてますそしてね、あのー、全然ライブのお話だけじゃなくてもう全然関係ないことももちろん何でもたわいもない話でもいいしなんかもしかしたら喋れないかもって方も全然はるかからお話しさせてもらうのでもうそこはもう問題なしで。 もうぜひ待ってます。楽しみにしてますね。明日の12時まで受付お待ちしてます。そして明日ね。まあ、その12時まではお話会の受付もあるんですけど、明日はあのー、ラストの nmb の12周年ライブジャンプ虫になってます。まあ、大阪ラストって言った方がいいのかな？東京虫もあるので。 までも全員じゃないからね全員でのライブは明日がラストになってるのでなんかはるかもやっぱ最後って言うと寂しいし緊張もするんですけど <laughs> まあでもまあねさっきも <laughs> みんなと「あれ?」とかって会話したけど「あれ?」もあるし「あれ?」もあるので <laughs> ぜひ楽しみにしててくださいオレンジペンライト振っていただけると嬉しいです絶対見つけます それでは本当に皆さんありがとうございました。明日一緒に楽しもうね。配信もありますので、来れないって方もぜひ配信見てみてください。本当にありがとうございました。おやすみ。